地方公共団体金融機構は、地方公共団体金融機構法に基づく、地方共同法人。全員地方公共団体が出資しており、地方公共団体の事業に対し、長期、定理で資金を融資することを目的とする。2008年10月1日に、公営企業金融公庫の一切の権利、義務を引き継いだ、地方公営企業等金融機構として、 業務を開始し、2009年6月1日より、地方公共団体金融機構に改組され、公営企業債だけでなく一般会計債も貸付対象に拡大した。財政投融資改革の一環として、公営企業金融公庫を含む政策金融改革の検討が行われ、2006年6月、政策金融改革推進本部にて、 公営企業金融公庫の改祖が政策金融改革に係る制度設計として決定された。後継組織については基本的には地方文献の基本理念に沿って国の機関から地方公共団体が共同で運営していく機関とされた。具体的には自律的主体的に運営する機関として地方公共団体が共同で新規法人を 設立することとなった。2007年5月、地方公営企業等金融機構法が成立。2008年6月、総務大臣の設立認可。8月1日設立。10月1日に業務開始した。2008年10月30日、世界的な金融不安と景気交代局面に対応するため、政府は生活対策と名付けた。 新たな経済対策を決定した。その3つの重点分野として、地方の底力の発揮が示された。この中で、地方公共団体支援策は、財政基盤の確立を目的として、地方一般財源及び地方債資金の確保等について必要な施策をパッケージしたものである。10月31日、鳩山国予総務大臣から、 地方財政審議会に対して地方自治体に長期定理の資金を融通できる地方共同の金融機構の創設について検討要請がなされた。11月7日には地方共同の金融機構のあり方に関する検討会が発足急ピッチで検討を重ね12月10日検討会としての報告書をまとめた。これを踏まえ地方財政審議会は 2009年度の地方財政に関する意見の一つとして、地方共同金融機構については、新たな機構は創設せず、地方公営企業等金融機構を改組、名称変更し、創設するよう求めた。同意見においては、現行の地方公営企業等金融機構においては、融資先を原則として、地方公営企業の事業に限定していることから、 地方自治体の資金ニーズに適時、適切に対応できていないとし、一般会計、いわば本体部分への貸し付けを可能とすること。また、地方文献の観点から、国の直接の関与を避け、新たな政府保障は行わないこととするとともに、地方自治体からの出資は求めないこととし、一般会計債を含むすべての地方債資金を供給する仕組みを求めている。 これらの提言を踏まえ、地方公営企業等金融機構法の一部改正を含む地方交付税法等の一部を改正する法律が2009年3月に可決、成立し、同年6月1日より地方公共団体金融機構に改組された。地方公共団体金融機構の主な業務は貸付及び資金調達、地方公共団体の資金調達支援、 公庫債権の管理である。貸付対象については、地方公共団体のみとしており、地方道路公社、土地開発公社を対象外としている。一方、同機構としての資金調達では、債権を発行するが、この債権は、政府保障のつかない、一般担保不債権の扱いとなる。ただし、旧公庫から承継した。 揮発の政府保障債の借り換え分については引き続き政府保障債となる。資金調達はこうした公募による一般担保不債権の発行を基本としながらも地方公務員共済組合連合会の引き受けによる債権の発行も合わせて行っている。なお、2008年11月に第1回の寄稿債500億円の募集が行われたが、 国債からのスプレッド幅 F29BP と、在当期間債並みの発行条件となった。平成25年度末現在の同期構の、貸付残高は23兆829億円、再建発行残高は19兆5333億円で、ある。同期構の資金は、公的資金として、全額が地方債計画に計上される。なお、 金利変動リスク等に対応するとともに、財務基盤の安定を図るため、同機構は、公営企業金融公庫から、金利変動準備金及び、公営企業健全化基金を全額承継した。同機構は、貸付金利の軽減のために活用することを、目的として、公営協議の収益金の一部を、地方公共団体に納付させており、0.9兆円の、 公営企業健全化基金を造成している。前身の公営企業金融公庫の頃から、財政制度等審議会財政等融資分科会等において、政府保障外債を発行し続けていることについて、必要性があるのか、また、地方債協議制度に依存して、融資審査を行わない、現在の融資審査体制に疑問が提されている。 地方公共団体金融機構平成25年度版ディスクロージャー。ありがとうございます。